皆さんこんにちは。女優ソン・ヘギョのプロフィールから性格、そして熱愛彼氏をご紹介。また離婚後現在の活動内容や気になるソン・ジュンギとの離婚の真相にも迫ります。多くのファンを虜にする大人可愛い女優ソン・ヘギョ、彼女の魅力のすべてをご覧ください。はじめに詳しいプロフィールを紹介。名前ソン・ヘギョ、生年月日1981年11月22日、身長161センチメートル、体重45キログラム、星座魚座、血液型 A 型、出身地テグ広域市、趣味フィギュアスケート、水泳ピアノ、学歴セジョン大学映画芸術学科中退。家族構成父母。デビュー作1996年スマート学生服モデル選抜大会大賞。所属事務所 UAA コリア。1996年に抜群のプロポーションとその美貌でソンギョンスマートモデル選抜大会で大賞を受賞したソン・ヘギョ。その後テレビ CM や雑誌モデルで活躍したソン・ヘギョはトントン表紙で人気者となります。そして1996年の KBS ドラマ初恋でドラマデビュー。その後音楽番組の MC でも活躍し、同世代の女の子を中心にファンが急増しました。2007年ファッション雑誌ヴォーグの表紙に大抜擢。2010年にはアメリカの映画サイトが開催したランキング最も美しい顔トップ100で18位にランクイン。ヴォーグの表紙も18位ランキングも韓国人初の快挙を達成したのです。ソン・ヘギョは韓国のみならず世界でも注目されている女優です。ソン・ヘギョは実際にどんな性格なのでしょうか。元祖共演者キラーの異名を持つソン・ヘギョ、確かに共演してきた大物俳優とは熱愛報道へ発展しています。ドラマのカップルとして太陽の末裔のソン・ソンカップルは20代から50代の男女にとても人気がありました。2017年に結婚したものの2019年には離婚。2015年のインタビューでは最近年齢を重ねてくると涙もろくなってしまってなんだか子供へ戻っていくような感じと答えたソン・ヘギョ。自由になりたい性格なので女優の職業が辛い時もあると告白しました。ソン・ヘギョは自由を愛する性格で演技に対して真摯に向き合う女優。しかしプライベートは愛されることを望み束縛を嫌う女性のようですね。ソン・ヘギョは2019年1月に韓国で放送されたドラマボーイフレンド以降テレビ出演はなく次の出演作も検討中。しかしソン・ヘギョは充電中ではなくグラビアの世界で絶賛活躍中。もともとモデル出身のソン・ヘギョ、海外ファッション誌エルシンガポールの5月号のカバー写真に抜擢されました。清純で上品な韓流の女神のソン・ヘギョ、また公式インスタグラムでは別のグラビア写真も掲載しました。オレンジ色のドレスに引きつけられるようなビジュアルの写真、次から次へと海外の雑誌の表紙モデルを飾るソン・ヘギョ。ドラマ復帰も間近なのではないでしょうか。社会活動にも精力的に取り組んでいる女優のソン・ヘギョ。2012年にはサネノブ女子大学ソギョンドク教授と一緒に中国上海の臨時政府庁舎に韓国語の案内パンフレット3万部を寄付しました。その後2016年から2017年にかけて中国や日本などの記念館にもパンフレットを寄付しています。2020年4月には大韓民国臨時政府設立日を記念して中国重慶臨時政府庁舎に案内書1万部を寄贈しました。実は毎年度にも1万部を寄贈しています。また最近ではソン・ヘギョは2020年3月にカザフスタンクズロルダ州立科学図書館にオブジェを寄贈しています。女優でありながらも文化人として社会活動に精力的に取り組んでいるソン・ヘギョ。ソン・ヘギョは2016年に俳優のソン・ジュンギとの熱愛が報じられました。2016年放送の大ヒットドラマ太陽の末裔で共演した2人、同年アメリカ・ニューヨークでのデートが目撃されましたが、この時は両者とも交際を否定。その後2017年6月に2人がバリ旅行に行く様子が目撃されましたが、これもまた否定。しかし
翌月の7月いきなりソン・ヘギョとソン・ジュンギの結婚が報じられ、世間を騒然とさせました。交際を否定していたのは互いの仕事だったりプライベートを守るためだったそうです。そしてソン・ヘギョとソン・ジュンギが離婚、その理由について迫ります。幸せな結婚生活を送っているように見えたソン・ヘギョとソン・ジュンギ、しかし2019年6月27日に慎重に悩んだ末に結婚生活を終えることを決定し、円満な合意を経て協議離婚の手続きを踏んでいると明らかにしました。ソン・ソンカップルのまさかの発表に韓国のみならず日本でも衝撃が走りました。離婚理由は性格の不一致と言われています。しかし噂では子供が早く欲しかったソン・ジュンギと慎重に考えたかったソン・ヘギョの意見が合わなかったという話も聞かれます。ソン・ヘギョとソン・ジュンギのイテウォンの新居が撤去され再構築されるというニュースが飛び込んできました。何でも2016年にソン・ジュンギが約100億ウォンで購入したと言われている住宅、しかしこのソウル四山区イテウォンにある一戸建てはソン・ヘギョとソン・ジュンギの新居ではなくてソン・ジュンギの個人所有物だったのです。もともとソン・ジュンギが建て替えの申請をしていたがなかなか許可が下りずにいた物件で、やっと最近になって再構築許可が出たそうです。ソン・ヘギョとソン・ジュンギの新居が地下1階地上2階建ての建物と報道されていたことから、イテウォンにある一戸建て住宅が2人の新居として知られていたようです。関係者の話によると2人がその家に住んでいたことはなかったとのこと。それでもソン・ジュンギが個人所有の家を建て替えるとはとても気になる話題です。そんなソン・ヘギョと噂になった相手は誰かご紹介していきます。ソン・ヘギョの歴代熱愛彼氏一点、イ・ビュンホン、人気俳優であり韓流ブームを起こした韓流四天王の一人イ・ビュンホン。ソン・ヘギョとは2003年に放送されたドラマオールインで共演して交際に発展しました。ソン・ヘギョは自分のインスタグラムでビョンホンとの熱愛をコメントしたことも、ドラマで恋人同士となりその後本物のカップルになったようです。2人は熱愛を認め周囲からも祝福の声が上がっていました。しかし2004年10月に破局を迎えたソン・ヘギョとイ・ビョンホン。ソン・ヘギョと結婚したいとも言っていたイ・ビョンホンですが、破局の原因を結婚観が違ったと話しています。結婚したかったイ・ビョンホンとそうではなかったソン・ヘギョ。2013年にイ・ビョンホンは女優のイ・ミンジョンと結婚し、現在は一人の息子がいます。二人目はフィ。2004年に放送されたドラマフルハウスで共演した歌手そして俳優のフィ。ソン・ヘギョとフィの熱愛が噂されるようになりました。噂ではイ・ビョンホンと破局したソン・ヘギョが落ち込んでいて、共演したフィが彼女を慰めていた、その後恋愛関係になったと言われています。確かにドラマではベストカップル賞を受賞するほどお似合いだった2人。熱愛説に対してソン・ヘギョは何でも話せる親しい友達と熱愛説を完全否定しました。ソン・ヘギョとフィの熱愛説は事実ではなく仲良しの共演者だったようです。3人目はヒョンビン。ソン・ヘギョとヒョンビンは2008年放送のドラマ彼らが生きる世界で共演し、その後交際をスタートしました。2009年6月から事務所公認の韓国スターカップルとして順調に交際を続けていました。しかし2011年に突然の破局。破局の理由はヒョンビンの海兵隊入隊や2人のスケジュールの多忙さ、事実無根な報道によるストレスなどが挙げられました。当時韓国ナンバーワンベストカップと言われていた2人、応援していたファンが多かっただけに破局報道にショックを受けた人もいたようです。4人目はカン・ドンウォン。2010年の日本、韓国、タイの合作映画カメリアで共演し、その4年後の映画ドキドキ私の人生でも共演したカン・ドンウォン。ソン・ヘギョとカン・ドンウォンの熱愛説がささやかれたのは2014年のネットに流出した2人の写真でした。カン・ドンウォンはモデルでデビューし、ソン・ヘギョもモデル出身、フランスのパリでの2人の写真からもしかして熱愛と世間がざわつきました。しかしパリに訪れていた真相は映画のプロモーションのためだった2人。
ソン・ヘギョとカン・ドウォンの熱愛説は次第に消えていきました。5人目はパク・ボゴム。ソン・ヘギョとソン・ジュンギの離婚報道が出た時に、離婚の原因としてパク・ボゴムの名前が挙げられてしまいます。それはソン・ソンカップル離婚前の2018年に放送されたドラマボーイフレンドってソン・ヘギョとパク・ボゴムが共演をしたことから。もともとソン・ジュンギとパク・ボゴムは同じ事務所に所属していて、仲の良い先輩後輩の関係でした。ドラマ内で事務所の先輩の奥さんであるソン・ヘギョとパク・ボゴムはキスシーンも多く、自然すぎるラブラブな演技の2人。さらにインタビューでソン・ヘギョがパク・ボゴムさんと演技をするため綺麗に見えるようダイエットをしましたとも話していました。このことからソン・ヘギョとパク・ボゴムは不倫をしていたのではという噂が流れました。しかし噂をきっぱりと否定したパク・ボゴム。事実ではないようですが、こんな噂が立つほど2人の演技が自然だったんですね。そんなソン・ヘギョ、日本嫌いって本当なのでしょうか。美しいルックスと高い演技力で日本人からの人気も高いソン・ヘギョ。しかし一方でソン・ヘギョは反日家という噂が流れ、日本ファンを悩ませています。2016年、ソン・ヘギョは日本の大企業三菱自動車の CM 出演オファーを拒否。韓国ニュースサイトによると、 CM 出演を拒否した理由は、三菱は日本統制時代に強制労働に関わった企業とつながりがあるからとのこと。しかし2018年にはソン・ジュンギが日本の軽井沢で旅行を楽しむ姿が目撃され、日本人ファンのサインにも応じるなど友好的な一面を見せました。もしかすると CM オファーを蹴ったのは単にスケジュールが合わなかっただけなのかも。今回はソン・ヘギョのプロフィールからソン・ジュンギとの離婚や熱愛彼氏、そして最新情報をお届けしました。ソン・ヘギョは最近では同じ事務所のユアインの映画生きているの試写会に出席。ソン・ヘギョとユアインは普段からとても熱い友情を育んでいて、ソン・ヘギョが応援に駆けつけたと言われています。次回ソン・ヘギョはどのような作品に出演するのでしょうか。彼女の幅広い演技、どんな役柄なのかとても楽しみですね。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。